はい、どうも皆さん、ヨーソロー、かげまるです。今回も続き、ライブラリウム実況プレイやっていきたいと思います。前回、前々回とですね、バッドエンド、そしてノーマルエンド、2つを見ることができましたが、公式サイトによると、どうやらもう一つ、トゥルーエンドがあるということで、そしてそのトゥルーエンドの、に行くための鍵が、キーアイテムがですね、2つあるそうで、1つは、この、折り鶴、なんですけれども、もう1つが、ヒロ君の、最後の、行動の単独行動、つまり今ですね、の状態の時に、くまなく、チェックすると手に入るということで、とりあえず人魚像などを調べていこうかなと思います。こういうのとか。ないかな?おそらく何かあるはずなんだよね。人魚像には何もない。こっちの花壇は何もない。何もないな。青い炎。あれ?何もないぞ。あ、こっちじゃないのか。外に出て、ここか?この段階で、何か探さなきゃいけないのか。ちょっといろいろとうろうろしてみていいですか?こういうとことか。何か光ってないか。あ、なんだこれ。違うな。あ、あ、なんかあった。これは、さっきマコが落としたのかな。あ、これだ。マコのリップクリーム。これを持って、じゃあまた、マコちゃんの方に行ってみたいと思います。さあ、姫。もう出口はすぐそこです。あ、変わった。やっぱり私、行けない。ヒロを置いて、帰れないよ。姫、ならば、あなた方のかけた時間に、望みを託しましょう。どのみちここにいても、あの男を救う手立てはありません。まずはあなたが実体を取り戻さなくては。ほう。姫、とにかく戻ったら、あの男に会いに行きなさい。鍵はきっとそこにある。え?その言葉、信じてもいいのね。もちろん。この尾びれにかけて。頼りないな。でもそれくらいしか、当てがないのも確かよね。わかった。姫、ご分を。さあ、変わりました。行きましょう。ここは、病院?そうだ、ヒロ。力、入らない。一体何日寝てたのかしら。行かなきゃ、ヒロのところ。あ、動ける。けどやっぱりおぼつかないんだ。セーブしといて。え、上と下どっちだろう?上か?こっちかな?この部屋は?あ、ヒロ君の部屋だ。あ、いた。あ、机の上に折り紙。こんなボロボロに。私のせいで。鍵はきっとそこにあるってあの金魚は言っていたけど、鍵、何のことだろう。ここにあるのかな。折り紙、
そういえばヒロ、999話目だって言ってたっけ。これで1000話目。そういうことか。あ、何これ。乗れって言ってるの？ヒロのところへ連れてってくれるの？お願い、私をあのバカのところまで連れて行って。ヒロ、ちょっとヒロ起きなさい。図書委員が居眠りなんていい身分じゃない。どうせこの時間は利用者が少ないからいいんだよ。呆れた。まあ確かにそうだけどさ。もう閉館時間過ぎてるけど、図書館閉めなくていいの？ああ、本当だね。鍵返さないと。マコももっと早く起こしてくれればいいのに。誰かさんが気持ちよさそうに寝てるから、起こしづらかったのよ。マコにしては優しい理由だね。ちょっと、それどういう意味？さあ、利用者様、もう閉館時間でございます。またのご利用をお待ちしております。居眠りしてたくせに。人生にはユーモアが必要でしょ。バッカみたい。ねえあんた、何の夢見てたの？なんか楽しそうに笑ってたから。いやだなマコ、僕の寝顔なんて見てたの？違う、そんなんじゃ。ただ起こそうとして、その、帰るの？だってもう返還なんでしょ。まあね。急に消さないでよ。暗いのが怖いなら手つないであげてもいいよ。いらないわよマコ。何？やっぱり僕が怖いから手つないでよ。あ、ちょマーコ。何よ。呼んでみただけ。どうしたの？嫌だった？いや、違う。いや、違わない。っていうか、その、ヒロの手って、こんなに大きかったっけ？そのセリフは反則だろう。ああ、こういう時は無性に消化整理がしたくて仕方ない。ねえヒロってば、なんとか言いなさいよ。マコさ、リップクリーム買えない？は？お腹すくんだよその匂い。ヒロ、そんなに桃好きだっけ？まあそうかな。正確には桃の匂いをさせている誰かさんだけど。今さらこんなことを思い出すなんて、我ながらなんて未練がましいんだろうか。
なんだろう。桃の香りがする。ヒロ。ちょっとヒロ起きなさい。あ、迎えに来たわよ。マコ、なんで戻ってきたんだよ。なんでって、あんたを連れ戻すために決まってんでしょ。無理だよそんなの。なんで？試してもいないのに。だって僕はマコにひどいことをした。もう生きている資格なんて。あら、資格があるとかないとか何でもかんでも一人で決めてんじゃないわよ。でも僕はマコを死なそうと。いい加減分かりなさいよ。私が許すって言ってんの。なんであんたは自分で幕引くことばっかり考えるの。なんであんたは私と生きる未来を選んでくれないのよ。ちょっとでも償う気があるなら知恵を張ってでも生きて生き返ってみせなさいよ、バカヒロ。マコ、本当に本当に君にはかなわない。今さら何言ってんのよ。さ、帰るわよヒロ。帰ろう、マコ。一緒に。いやー、よかった。だよ、またこれさ。いやー、また良作でしたね今回も。いや本当に良かった。なんかやっぱり若干涙出ちゃうのかな。なんかあー良かった。さあこれでトゥルーエンドでしょう。いやー良かった、最後ヒロ君がちゃんと気づいてくれて。いや、まこちゃんが勇敢すぎるわ、ちょっと最後。いやー、よかった。というわけで、ライブラリウム実況プレイ、ここまでで終わりとなります。皆さん本当に最後までご視聴ありがとうございました。また一つ、素晴らしい名作の実況プレイが、できて、私は本当に嬉しい限りでございます。こうほろっとくるいいゲーム。俺ちょっとこういうエンディングであかんのダメなんだよ。泣くんだよ。ちょっとダメなんだよこういうの。いやでもよかった本当に。ね、今回はこうすっきり爽やかに泣けるすごくいいゲームでした。こうちょいちょいね、勉強になることとかもありつつ、しっかりこう謎解きもあってギミックのいい、素晴らしいゲームでした。ストーリーも良かった。シノノンさん本当にありがとうございました。